回から、まあ、理論家で知られる、長浜元ウェルター級東洋チャンピオンと、鈴木悟三冠王の、検証シリーズみたいなのを始めようと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。1回目のテーマは実はその長浜さんがおっしゃられた理論を、三冠王にもう検証してもらった動画を撮ったことがあるんですけど、パンチを押し込むっていうことですね。そのパンチを押し込むっていう理論が実はあまり知られてないっていうか、珍しい理論だと思うんですけど、それについて、軽く長浜さんにちょっと解説してもらってもよろしいですか？まあそうですね。僕は手打ちって呼んでるんですよ。はい。従来のまあ、教え方とか、考え方だと腰を振って腰を回して、その力を腕に伝えていくっていうものだったと思うものが、まあ、普及してると思うんですけど、僕はこう手から動き出して、動きを作っていって、腰に力を伝えていくっていう方法ですね。これを、まあ、YouTube や、僕が指導している平中ジムでは推奨してます。長浜さん、あれちょっと一点確認したいんですけど、実はその手打ちに関しては、もう一本別にやらせてもらおうと思ってたんですけど、はい、パンチを込むっていうのと手打ちっていうのは分けてできない同一のものだっていうことなんですか？そうですね。まあ、押し込むっていうのはハードパンチャーとか強くパンチを打つ選手が持ってる多分感覚じゃないかなと思いますね。で、手打ちっていうのはスピードを出したりとか、パンチを打ったり、まあ、基本的なそのパンチの打ち方に関することなので、押し込むっていうのとはちょっと違いますね。はい。じゃあ今回はそのパンチを押し込むっていう理論について、それ一点に絞って話させてもらいたいんですけど、はい、それでいいですかね？ああ、そうですね、わかりました。うん、ちなみに三冠王の方はパンチを押し込むっていうのが、押し込むっていうんじゃなくてパンチを止めるっていうのが正しいんだって教えられてるんですけど、はいはいはい、それちょっと三冠王の方から軽く説明してもらってもよろしいですか？いや、私は別に止めるが正しいとは思ってないですよ。ああ、そうですか。それも私は振り抜くです。振り抜くが正しい思ってるんですよ。なので押し込むっていうのをどのようなことをおっしゃってるのかなっていうのはちょっとそこを分析していきたいですね。まあそうですね、押し込むとか振り抜くとか多分一緒なんですよね。表現の仕方が違うだけ で、止めるも言ってしまえば一緒ですね。僕の感覚、理論的に言えば一緒です。全部ただ人によって表現が違うだけですね。接触時間を短くで強く押し込むっていう感じですね。接触時間を例えばサンドバッグとか、相手の顔面とか、そういったものに対して、まあ、拳が当たってる時間ですねを短くっていうことですね。なんでやっぱ振り抜くとか止めるとか押し込む全く一緒だと思います。感覚的なちょっと表現が違うだけです。なるほど。その押し込むでお伺いしたときに、今私も全く長浜さんと同じ意見です。とにかく触ってちゃダメなんですよ。一瞬しか触らないようにするんですけど、押し込むって聞いてしまうと当たった時からグッと押してけっていうように聞こえてしまったので、なのでこう触ってんですよね、このままだと。なので私は止めるっていうのはまず止めるですね、まあ、バーンって当たってここにインパクトが生まれた時に相手が弾けるので、ここでもう接触してないことによってインパクトを与えているっていうのが一つで、これを追いかけていっちゃってるのが押し込むっていう認識なんですね、私としては。で、振り抜くは止まるんではなくて弾き飛ばしてその後もさらにフォロースルーが続いている状態。本当に野球やゴルフなんかも最たるものですけど、ここから打ちに行ってバーンってインパクト止まったところ、打ったところで止まるんではなくてその後まで振り抜いていってるっていうのがヒッティングの動作として一連であるんですよ。テイクバック、スイング、でヒッティングで終わりではなくて、そこの後フォローっていうのが入ってくるんですね。なので私の打ち方としては、
打ったら打ち抜け、でその接触時間をなるべく短くするっていうのが一つです。で止まる、まあ、さっきの止まるはこの当たった時に相手が弾けるので触らなくて済むので止まってる。で押し込むって聞いてしまうとここからさらに押してっちゃうように聞こえてしまっていたので、そういうなんかこう違うんじゃないかなっていうふうに思えたんですけれども、その辺はいかがですか？全くそうですね。押し込むっていうのはもうあれです、僕が教えてる中で一番伝わりやすいっていうことなんですよね。結構その難しいんですよ、その接触を短くするとか、打ち抜く振り抜くっていうのはパンチ打ったことなかったりすると初めての人とかよく分かんなかったりするので、短く押し込むって言ってますね。本当に一瞬短い時間押し込めるようにっていう感じです。それ長浜さんが、その押し込むパンチのその代表例みたいなのでゴロフキン選手を挙げてるんですよ。押し込むですか？はい、はい、ゴロフキン選手の映像をちょっと深田に見てもらいながらちょっと検証してもらいたいんですけど、ちょっと見てもらえますかね、これで。こんな感じですかね。すごい荒いですけど映像が。はい、すいません。要はそのこれをだからその押し込むパンチっていうことでその解説に使っていただきたかったんですけど、その長浜さんがそのゴロフキン押し込むパンチの時に、ゴロフキン選手のその例に挙げたっていうのは他の選手とどう違うっていうことなのかをちょっと解説してもらいたいなと思いました。難しいです。あくまで分かりやすい例として挙げただけで、ハードパンチャーっていうのは基本的に、ゴロフキンと同じような動きはしてると思いますね、パンチの打ち方は。ハードパンチャーがみんな同じっていうイメージなんですか？そうですね、動作としてはほぼ同じだと思います。ちなみにそれはどのような動作になるんですか？動き出しが手から始まるとか、そういった感じで軽く投げて強く押し込むと僕言ってるんですけど、動き出しが手から始まるような感じです。動き出しが手から始まるっていうのを参加をちょっと解説してもらっていいですか？難しいですね。腰から推進していくんじゃなくて腕を、腕から先に推進してその反作用で、大臀筋とかハムストリングスを刺激して、骨盤を回転させるっていう発想ですね。反射とかを利用します。結構だからこれ難しいです。はい、そのパンチ力っていうことをうちのチャンネルでもよくやってるんですけど、その、はい、その反射力っていうのを、分かりやすく言うとどういう形になりますかね？ですね、身長反射っていう仕組みが人間の体にはあって、引っ張られると縮むんですよね、強い力で。で、この時の力っていうのは意識的にこう縮めた時よりも強い力を発揮します。で、腕から、動き出しを作ることによって、その反作用ですね、腕が前へ進むと、作用は反作用の法則で、体幹も腕に押されるんですよね。この時の力を使って、骨盤を回す大臀筋やハムストリングスの反作用、反射ですね、身長反射を起こして骨盤を回転させるという、まあ、感じです。結構難しいと思いますね、理論的には。大丈夫ですか？わかりますか？わかります。わかりますか？じゃあちょっとか参加を解説してもらってもよろしいですか？私はそれ逆に使うんですよ。手から行くっていうのはまああれかもしれないんですけれども、体を確かに腰を回せっていうおっしゃられるトレーナーってすごく多くて。
そこに結構習ってる人との語弊が生まれたりとかするんですけれども、腰ではなくてお尻を回すっていうことを私は教えるんですけれども、でその時に要はコアがしっかりと整っていて軸ができていて、右、まあ左でも何でもいいんですけど、打つ時に要は前に持っていこうとする力を先に手にかけるんじゃなくて後ろに引こうとする、要は引けって教えるんですね。でそれとは逆にお尻は前に回っていくので、ここであの筋肉のストレッチをかけるんですよ。でその筋肉のストレッチをかけて縮んでいく力で打ち込む。筋肉が伸びて縮んでいくときに力が出るので、そのストレッチをしっかりとしてあげる感覚で打つんですね。でそれをしないで打つっていうのが一番ナンセンスで良くなくて、要はガードがここにあってこっから手を出してしまうってなってると、もう筋肉は縮んでる状態からあの腕の三頭筋の伸縮だけで打ってるような状態になってしまうので、一回開くんですね。開く、とにかく筋肉にストレッチをかける。ストレッチをかけてゴムが伸びた状態を作って、そのゴムが縮んでいくときに打っていくっていう打ち方を私は知ってまして、教えてますね、そういうふうに。はい。で、まあ、要するに反動動作から動きを作っていくってことだと思います。そうです。それで正しいですかね。そうですね。で、まあ、僕の考えで言えば、手から動き出しを作ることによって全身のその連動性を高められるっていうその一つの仮説があるんですけど、重いものを持ち上げるときに、実際には反動動作とか行われるんですけども、いちいちそれって意識的には行われないんですよね。反射によって自動制御されてるんですよ。で、このそれと同じように強い力を発揮しようと、した場合、まあ、慣性力、慣性とか、まあ、重力、そういったもので、自動的にこの反動動作を引き起こす、まあ、仕組みですね。反射のサイレントピリオドとか言いますけど、そういったものが本来人間の体にはあるので、腰を回したりとかこう反動動作を意識的に、行う必要はないっていうのが、まあ、僕の考え方ですね。要するに体にもともと備わっている、例えば走っている時も反動動作を行われますけど、走る速度で反動動作を行おうとしたら速度が出せませんよね、そもそも。なので、まあ、ボクシングっていう対人競技でスピードが重要視される状況で、まあ、意識的な反動動作は作れないだろうというか、その、まあ、現実的ではないだろうということですね。なので、人間に備わったこう反射の仕組みを利用して打つ。それが、まあ、手打ち打法ですね。手打ちの、打ち方です。長山さん、今回はちょっと、手打ちじゃなくて押し込むのに絞って、はい、次で終わらせてもらいたいんですけど。はい、ああ、はいはい。ちょっと軽く動きで言うとですね、三冠は先ほどその、振り抜くパンチみたいなのちょっと手を使って軽くその説明してくれたんですけど、その長山さん的のその押し込むパンチ、要はそのゴロフキン含めてハードパンチは皆同じような動きをされてるっていうことだったんで、その、はい、素人にちょっと分かりやすく、そのいわゆるその押し込むパンチっていうのはどういうことなのかっていうのを軽く説明してもらっていいですか。押し込むですか。難しいですね。まあ本当に当たる瞬間に、なんだろう、弾くとかでもいいですよね。当たる場所を弾くとか、こう思いっきりこう力で押すっていう意味じゃないですね。短くグッと当たる瞬間だけ力を出すっていう感じです。多分あのパンチとか打ってる人とか打ったことある人とか、まあ野球やってる人とかなんとなく感覚わかるんじゃないかなと思うんですけど。バットに、例えば野球であれば、ボールがバットに衝突する瞬間だけちょっと力を入れるみたいな感じですね。あ、大丈夫ですか？はい、それってよく言う、そのストレートの時に当たる瞬間だけ握り拳を握り込めっていうことですか？要は。まあ、握るっていうのは違いますけど、握るのはまだ無理なんです、できないんですけど、まあ、ニュアンス的には力、まあそういった感じですね。今回はその、パンチ力、要はハードパンチャーの秘訣みたいなのを、その長山さんの理論でいうそのパンチを押し込むっていう
ワードでちょっとお二方にちょっと語ってもらったんですけど、はい、もうちょっと深掘りしていく必要がありそうですね。そうですね、これは結構、難しい話なので簡単にはお話はできないですよね。わかりました。ということでちょっと今回の押し込むパンチということで、参加をちょっと締めていただいてよろしいですか。あ、はい、なんですかね。締めろと言われてもどう、ここからどう締めるんだかわかんないですけど、まあ理屈は一緒だっていうことはなんとなく分かったんです。言い方が違うっていうね、ニュアンスが違うっていうことでいいんじゃないかなと。私は振り抜くっていうふうに言いますし、長間さんは押し込むっていうふうにおっしゃってるんだなっていうことで締めとさせていただきたいと思います。